今度はキャッチャーの前、セカンド送球はアウトでした。際どいタイミングでしたが森がよく前に出ました。ショートバウンドでしたがここはさすが源田、4割を超えています。ここは詰まった当たり、サードはカット、中村だけが警戒でした。打っても守っても頼りになりますね、やっぱりね。インサイド、さばいた打球はレフト線フェアです。セカンドランナーがゆっくりとホームに帰ってきます。バッターランナーも二塁へ。ただタッチアウトになりました。ただこのオグレディからの中継、結構難しい体勢からでしたけど、いいボール行きましたね、レフトから。うん、そうですね、はい、しっかりコントロールもされてましたしね。ですね、はい、切り替えてきた。セカンド回り込んでグラブトス、一塁転送もアウトにしました。殿崎、源田、そして山川、そして殿崎よくさばきましたね。うん、そうですね、見事な二遊間ダブルプレー。ランナーなくなって1番の丸山、サード中村拓也、ここもよくさばいた。ピッチャー返して足元弾いている。そしてセカンドランナーがサードを狙って、ホーム狙って狙って、どうだ、これはタッチアウトになりました。初球、ここはピッチャーゴロ、ランナー牽制して一塁、ランナースタート、タッチはどうだ、アウトにしました。ここは俊足生かして狙っていきましたが、岩田、サードはタッチアウト、結果的にはピッチャーゴロでの変則ダブルプレーになりました。今どうなんかな。さあこれも浅めに守っていましたが前に打ちます。セカンドランナーはサードストップなりません。回ってきて、これはもうゆりゆとアウト。レフト松本剛のバックホームでゆりゆとアウトに取りました。ボール先行、強い打球、サードヌニエス反応、ナイスプレー。いい反応ですね。ナイスプレーでした。やっぱ軸となるピッチャーの、まあ、いわゆる調整などを優先する、まあ、うまい、うまい。サード宮崎の華麗なグラブさばき、今送球はちょっと乱れたんですが、血のがナイスフォロー、今の俺が悪かったね、本当ね。打たれています。高いバウンド、三遊間深いところ、ガルビスの守備だ、間に合った。一番深いところから今のプレーいかがですか。いや、いい方してますね、やっぱね。2番の牧原です。初球から打って一、二塁間、菊池、ナイスプレー。ここを当ててきてガルビス、スリーアウト。これからです、坂倉からです。ピッチャーゴロ、ここはうまくさばきました。バット折れましたがレフトの前、ガルフ三塁を回った、いいボールが返ってきてアウトです。バッテ三遊間、ここのセカンドフォースアウト、一塁もアウト、ダブルプレイ。右打席でのガルディス、カーブ、ボテボテの当たりは胸、前進一塁送球、アウトになります。ツーアウト。今も最後はカーブを投じてきたというね、星野さん。いや、本当にずっとこう緩急。センター、左中間、レフト、これは掴みます。今も伸びていく当たりでしたが。そうですね、慣れてない福田選手もこう打球のこうなんていうんですかね、飛んでき方がやっぱり違うでしょうから。はい、ファーストゴロ、ベースカバーに山本が入る、送球がちょっとそれましたが、まあ、うまいフィールディングを見せました。ノーアウトランナー一塁二塁というピンチから山本由伸ゼロでしのいでいます。低めの球、ここはセカンド回り込んで深いところから一塁はセーフ、俊足の福田です。セカン
番の糸原の懸命のプレーでもありましたが、あそこに飛んでしまった手玉に取るようなピッチングでもあります。ライトへの当たり、これは後藤の守備範囲でした。ですね、ここはちょっと落としてきましたが、ここはセカンド飛び込んだ義母ファインプレー、佐藤輝明捉えた当たりではあったんですが、いや義母がねいい守備見せました。いやナイスプレーですね。まあ、佐藤もナイスさせなきゃしょうがない感じかなと思いますけどね。これが特徴的なカーブですが、ショート回り込んで一塁に送ります。中野、今日の中野のこのプレーを見ていると本当に心配はなさそうだな、はい、全然心配ないですね、はい、しかしここはどうか、ファーストゴロです。一塁を踏んでセカンドはアウトになりました。ダブルプレーという形になります。ケース好き前川も先ほどのあのね打席を生かしての